まだ生きていたが。えなあ、地味にこいつ2位だ。そこそこやってんだね、宍戸くんも。まあ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 、ブルーレイ買ってるしな。で、いつアスナに戻るんですか。え、戻る気は今のとこない。それね、みゆきの時も聞いた。これが嘘か誠か、どうなることでしょう。見ていきましょう。トビがヒット、工場君を当てて、こう、あ、パワーアップブラストを当てていく。ジャンプシーが巡り当たる珍しい現象。さあ、チビがヒットしてダメージ重視のシャイニーギフト当てる。大きい攻めは、B シュート。そして黒猫もヒット、ちょっと拾いミスしてしまう。スカシニエがヒットして一歩目取ったな。 GCS さん早っ早っ、宍戸さん早っ。はいはい、強気に黒猫を開幕出して、ジャンプ C がヒット。ゲージがないのでダウンを取る形。西から A シュート、バークスは枯れず、ジャンピーでものしかかって、のしかかっていく。ちょっとぎこちなくないですか、宍戸さん。なんかここで切り札を当てる。親指はしっかり立って、また名前忘れた。アローストライク、アローストライクからのストライクザブラッド。大きい攻めはナーギを選択。アローストライクも当ててコンボブラスト、コンボできない、コンボできないブラストか。 4AB と工場を組んでしっかり2本目取り返していく。はい、最終ラウンド、状況的には GCS さんの方がまあいいですね。試合は作りやすい形になってます。ここで工場君発生すると雷下を這うんです。発生保証になっちゃうとね、もうあれ飛ぶのが一番いいんですよね。みゆき対空弱いし、 EX パスからバーブブラスト、ジャンプ C、 じゃ立ち B からパワーストライクでダウンを取って、立ちが当たるがダッシュ投げからアローストライク。立ち B、 オート切り札しっかりガードして、黒猫呼び花びらで 4AB が見えない。ローキューブを決めて、置き攻めはダメ氷、初よきにえで暴れていく。アローストライクからの 4AB、 まあそうですね、主力今のはもう早めにコンブラ吐くのが、おっとここでエースブラを吐いたので GCS さんの方にもワンチャンス出てくる。それ素直な切り札で勝ったのは宍戸さん。どうします、1台1台、じゃあ呼び出します。コアさんとジンさん、いやまあ大体アスナ90万台多いよね、98万ぐらい。じゃあ俺となんか20戦ぐらいやろう。いやあ、このジンというやつ勝ちにね、やっぱり勝ちに貪欲な男なんでね、いや本当いつも通りですね。でいきましょう、木のバグスで避ける。 4AB は 5AB でしっかり切り返していく。木の川沙汰でリーファを呼んで、大クラスっぽい 2A でしたけど、まあまあ今のちょっと早かったな。ジャンプ C がヒット、パワーブラストをやり返していく。
まあ、結構これやっぱり当て後に当てた方が結構有利ですからね、パワーブラストに関して言うと。早めの切り札、お互い入っていく。置き攻めはリーは立ち引いた。2へとダメージとブラストを回収していく。5Sからなんで減りますね。置き攻めはジャンプシート、ジャンプシート、機能がヒットして2尾対空冷静。コアさんワンチャンス、ジンさんはまだこれ次読み勝ってもどうだろう。ああまあそうですね、コンブラ吐けば勝ちましたからね。おっと2本目の切り札も入っていく。このラウンドは取りたい。1本取ったのはコアさん。状況はジンくんの方が良いですね。まあ S ブラ吐いた後っていうのもあるし、コアさんがあとはコアさんこのラウンドあっさり死なないで粘るのが一番の目標ですね。あわよくば勝てればいいですけど、切り札1個吐かせてまあ負ける分には全然悪くないと思います。このジャンプシーが強い。そしてブラストも回収しつつ、読みはしっかり立って最速の 2A が刺さり、おっとここでブラスト回収していく。残り 16%。 大倉背投げはしっかり抜ける。ジャンプシーがカウンターしてパワーブラストでゲージを貯めていく。この体力はあ、ここでコアさんのブラストも戻ってきて、立ち絵 2A はしっかりガード。ここでブラストで対抗していく。まあもうこれ状況五分みたいなもんですね。ここに2B がヒットしてダメージは取らない。ここで暴れを読んだ垂直から、いやー今のは乱舞だな、今の乱舞だな。一本乗り返していく。ゲージ状況はコアさん有利、切り札はジンさん、切り札ブラストともにジンさんが有利。まあ早めに一つ入りいく。これでワンコンボ分タダになった感じですね。ジャンプシーがカウンターして、これはゲージをふんだんに使うがコンボミスか。アスダ使い特有のハード、あの 5AB から技が出ない現象か。ロザリオを選択して置き攻めは様子見、空が不可の 5B がヒットしてロザリオを当ててジンさんあと1回読み勝てば勝ち。すかし投げ素直でしたね。勝ったのはジンさん。古賀さんとジュールさん、あ違うフリーダムさんだ、ごめんなさい、フリーダムさんとジュールさん、アスナとトモカですね。あそういえばキップがですね結構ばらけて取れてて、まあ古来からのタイガ使いとミユキ使いは頑張れるのかと。僕本戦まであの2キャラいない気がするんですよね。ただレンタロウはあのオズさんキャラ替えしてレンタロウだし、ユキナは瀬川さんか。まあ関東枠あと3枠しかないですけど、あと当日か、当日あるからなんかワンチャン抜けそうだな。シャナはあの東海のユウさんが抜けてます。ジュールさんは相変わらずサポートはエンジュ。投げてシュート置き攻めにはパワーブラスト拒否、パラレルジャンプシート、4指もヒット、シューティングスターからダメージを取っていく。すかしの切り札、あの距離しかも多分投げれないな。 EX シューティングスターでダウンを取りつつジャンプシーで乗っかる、乗っかるパラレルで盾をつけて2指がヒットするが、ゴーシーが短い、ゴシが短い、黒猫リバウンド、 2AB が出ていて1本目取ったな。ジュールさん
リアクシュート当てて、ローキューブも当てる。奥攻めは2エビには4エビで勝って、 EX シュートから選択は切り札でしょう。使ってしまう。これはフルコーン、遠いぞそれ、知ってたぞ。リバウンドから空が不動のゴビがヒットして EX シュート、黒猫、ここで氷から試し、うん、なんだ、パワープブラスト選択したが切り札で切り返されてしまう。シュート、円柱がヒット、クリーンヒットしている。拾えるか EX、 切り札がヒットしてリバウンドから、え、あれ、技の名前、技の名前なんていうんですか、あれ、フラッシングペネトレーター。おっと、いろいろあったっぽい。ここで空対空のジャンプが刺さり、一本取り返していく。最終ラウンド、状況はお互いもほぼ五分ですね。切り札一本ある分、若干ジュールさんが有利かといったところ、ブラストを回収して、早めに吐くがガードされる。エンジはスカリー、空対空のジャンプが光る。が EX シュートが遠くて当たらない。冷静な 2B 対空からシューティングスター、ロザリオはしっかり当たる。ちょっとヒヤッとしました、あれ。またエンジを貯めて2A ヒット、垂直ジャンプ A には遅らせのジャンプ B がヒットする。ローキューブからここで置き攻め、選択はタメ氷ですか。タメ氷です。投げはしっかり抜ける。そしてバックステで氷も避けて拾い直せたが、ちょっと高さが低かった。これでフリーダムさんにブラストが戻ってくる。じゃあ出してくぐれなくて、ただこれはまだ死なないぞ。ジャンプ B がヒットするが2A が届かなくて、画面端はこのコンボが難しい。垂直で投げを釣り、勝ったのはフリーダムさん、おめでとうございます。はい、レイ君、ウワッターさん、レイ君、ウワッターさん、はい、お願いします。新キャラ生き残ってんの、シシド君。あ、次ニガさんとかもう無理、もう無理、早くない、諦める。